さあ今回は昔どうしても欲しくて UFO キャッチャーで取りに行こうと思ってなんとか取った UFO キャッチャーというかお菓子取るクレーンゲームありますよね。あれで取れるやつがあってそれで取ったのがこちらです。ブリブリダイヤモンと白がどうしても欲しくて、ね、本当はこれ全4種なのよね。こっちの触ってる場でもよかったんかもしれないけど、とりあえずやってみたけどどう考えても振り回されて顔が良くて予算かなり使ったんで、この時以来もう二度と行くかって思いました。開けてみます。オープンゲート。あーいいサイズ感、いいサイズ感だわ。あーめちゃ可愛いこれ自立しないんかよこれ買う時はこれもうパッとしないねこれマジかよ。きついな。なんか考えますわ。はい、でサイズ比較として前回ヒロアカの時にやるのも忘れたんですけど、こういった感じ。ウスターソースチェック、こういった感じです。めっちゃいいね。これ立てへんのちょっと残念やね。でね、これ見てわかるかな、材質がこのフェルトみたいな感じで覆われてるんですよね。だからあのブライズ独特の安っぽさっていうのが感じないかな。ただねあのこいつらはホコリに弱いんで、コマの入れ掃除してやらんと結構なことなんだよ。昔、裏腹系のネイバーフットさん、それで出てたこちら。これね、あのデザイナーさんの買ってある犬をこういった形で。フィギュア化されてるんですよね。で、どこが出してるかって言ったら、メイドコムさん。で、自分自身は、どこで買ったかというと、ネイバーフットさんで買ったわけではなく、で、メイドコムさんで買ったわけでもなく、確かこれ、ゾゾタウンで出とって、買ったんですよね。で、今、いろんなバージョンがまた出てて、今出てるのは、こういった、ゲノタイプではなくて、あの、普通に塗装されてるバージョンでしたね。でも見たけど、こっちの方が、いい感じに味が出てるなぁ、とは思います。自分とネイバーフットさんっていうのは、結構、あの、思い入れが深く、京都ではあの直営店はないんですよね。大阪があるんですけど、大阪梅田とで南千葉、そこに直営店があるんです。で基本的には直営店しかないけど、なぜ京都で売られてたかというと、京都ではあの
セレクトショップもうお店閉め張りましたけど、ファクトリーさんっていうお店があったんですね。でそのお店で足しげく通ってましたね。そこではこのネイバーフットさん、ダブルタップスで、あとはスタカリとかその辺を僕買ってました。で、なんでそこ直営店しかないのにセレクトショップで販売することができたのかなって、後からもう名古屋とかいろいろ調べてたら、どうやらファクトリーさんっていうお店のオーナーさんとエイプの2号さん、あの人と同じバイトしてて、でそういったつながりでなったのかなと思ってます。実際に聞いたわけじゃないんで、それは憶測なんですけどね。その頃はネイバーフットの服ばっかり買ってましたけど、今ではもうちょっとそっちの方に予算回せないっていうのと、もう買いに行くのがオンラインまたは大阪まで行かなきゃいけないので、もう違う感じになってますね。懐かしいなと思ってそんな話もしてみました。たまにはこういったものも手に入れられたらどうでしょうか。こっちに関しては多分そんな高くないと思うんで、ポチってもいいんじゃないかなと思うけど、自立のできるこっちの方を買ってもらった方がいいかもしれないですね。はい、というわけで今回はこんな感じです。はい。